南部健三です。現在タイでプロサッカー選手をしながら実業家として活動しています。こんにちは、水木です。横浜でジェラート屋を経営しながら植物と飲食を通して人を幸せにする活動をしています。今日も水木よろしくお願いします。 OK、 めちゃくちゃ話したいことあってさ、コメントでさ、南部さんの行動力でいつも勇気もらってますってあったでしょ。来てましたね。ありがたいことに。これ絶対に今日ちょっと話したいなと思ってて。いや、ありがたいね。いや、すごいね、すごい。まあ正直さ、今は数はね、聞いてくれてる人少ないけど、そんな中でもさ、ちゃんとこうコメントをさ、入れてくれるのってすごいありがたいなと思って。いや、ありがたいね。そうそうそう。だから、言ってくれてる人の行動力っていう部分で、今日はちょっとテーマとして話せればいいかなと思って。オッケーオッケー。そうそうそう。多分、この人はこういう、最近俺らが始めたこの対談みたいな感じではなく、それよりもっと先の部分から、南部のことを知ってるんじゃないかなとちょっと予測をしてて。そう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 。で、やっぱり、サッカーだけじゃない部分に目を向け始めた南部がいるからさ、そこら辺の行動力っていう部分の、こう南部自身が起こしてきた行動みたいな話が聞けるとちょっといいかな。なるほどね。うんうん。なんかでも正直、うんうん、俺の感覚的には、うんうんうん、特になんか行動力を持って何かしたっていう感覚は全くなくて、はいはい、なんかそれをね、俺言うと思った。え、思った？うん、思った思った。いや、なんかただやりたいことが、今までサッカーずっとやってきて、うんうんうん、でなんか、気づいたら自分、自分の服、着たい服を探しに行かなきゃいけないじゃん、服屋行ったら。はい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 。だったら自分が本当に着たいものを自分が作れた方が、自分のものを作ったものを大切にできるし、うんうん、自分も満足できるし、うんうん、じゃあ作っちゃおうっていうところから始めて、うんうんうん、でそうしたら、いや、いろんな人にも着てもらいたいし、いろんな人にも知ってもらいたいし、うんうんうん、で俺が作ったものをきっかけでいろんな人につながってもらいたいしとか、うんうんうん、なんかそういうところに変わってって、じゃあもう、うんうん、作っちゃおうかみたいな、うん、で作るんだったら、じゃあ会社は、会社を持ちたいし、うん、で会社を持ったら、あの、うん、あのスポーツ、サッカーだけとかスポーツだけとかじゃなくて、うん、農業だったりさ、飲食店だったりさ、イベントの企画する会社だったりさ、うん、あの幅広くサッカースポーツからかけ離れたところにも、うん、あの事業を展開していきたいなっていうふうに思ったのね。もうこれは別になんか行動力があるからじゃなくて、ただ好きでやりたくて、好奇心があるからやってるだけみたいな。なるほどね。いや、だからさ、そうそうそうなんだよ。多分そのなんていうんだろう、アパレルみたいな部分で今は南部は行動を起こしてるわけだけど、その前から俺は小学校の時からさ、南部と一緒にやってたから思うけど、例えば自主練1個にしたって、1時間早く練習に来たりしたって、傍から見ると多分行動力っていうものに移ると思うんだよ。そうそうそう。だからそういう意味で言うと、このコメントがすごく俺は、ああ確かになって、南部って行動力の人かなっていうふうには思ったの。うん、うん、ただ南部からするとやりたいことをどんどん突き詰めてったら、それがこうね、あの他の人からすると行動力に移ってるってことだよね。そうだね。だから俺はもうその実感っていうの、行動力あるって別に持ってないから、うん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 、ただやりたいことをやってって、ただあのやりたいことをやってったら、その人がそういう風に俺を見てくれてたっていうだけだからさ。うん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 。だからこういう人に対して行動力からその先、何かこう、なんだろうな、まあ、与えるって言ったらちょっと言い方あれかもしれないけどさ、すごくこう、そういう人たちに対してもこう笑顔になれるようなことをしてきたよね。いや、本当にそう。本当にそれはね、めちゃくちゃ思う。うんうんうん。だから、多分、ごめんごめん。いや、俺がさ、この YouTube を始めたきっかけはさ、もともと俺が、その2023年までに A 代表とし
サッカー代表の試合、1試合でいいから出るっていう目標があるんだけど、その目標に対するその過程というかさ、プロセスみたいのをこの YouTube を通して発信していきたいなって思ったところから始めたの。はい、全然まだまだ更新頻度とか足りないんだけど、でもそれは俺を見てほしいというよりも、俺がそういう風にやってるよっていうのを見てもらって、一緒にこう成長していったりとか、一緒にこう一歩ずつこう進んでいく人たちを作りたかったの。はい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 、でそれは俺が友達だったりとか会ったことあったりとかすると関係なくて、もう俺のこと、例えばこの動画を見てくれたとか俺のことを知っててくれたとか、もうそういうのだけで俺はなんかこう、まあ、繋がってるというか、まあそういう関係、何かしら縁があるから、あると思ってるから、でそういう人たちと一緒に、なんかこうお互いに成長していきたいみたいなのがあるからさ、だからこそそういう風な人たちをすごく大切にしたいというかさ、やっぱそういうのなんかあるよね。そうだよね。多分この対談でまだそのアパレルの部分をちゃんとしっかり話できてないじゃん。前回はちょっと面白いエピソードで、あのスタート遅れてますって感じだったけど、具体的な話しとく？そうだね、簡潔にね、せっかくだったら、なんかロゴとかもちょっとこだわりを持ってしっかりね、意味合いを持ちながらとか、 そもそもどういう表記で、どういう名前ブランドかも多分そうだねからさ、まあまあブランド名に関しては南部っていうブランドでやってるじゃん、で会社をいずれ立ち上げたいんだけど、その時に立ち上げるのもあの南部っていう名前を使いたいの。もともとは南部は NAMBU。 そう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 、まあ、それは本当シンプルに、あの元の建造っていう名前が好きだから、自分の、はい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 、その自分の名前を使ってブランドをた、あの作りたかったんだけどさ、あのもうめちゃくちゃ大きなブランド名で建造ってあるじゃん。いますね、ビッグネームがいますね。そうで、かぶっちゃうし、やっぱ南部っていうのもさ、まあしっくりきたから。そう、意外と目で見ると南部っていうあのこの字がかっこいいんだよね。そう、意外と、そう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 、うん、しかもやっぱ愛着あるしさ、自分の名前だし、でもシンプルにそう、その理由で、名前は南部にした。はい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 、そう、ロゴもあるよね。そう、ロゴに関しては、せっかく南部っていうそのブランド名にしたから、ロゴのデザインをさ、デザイナーとかにちょっと頼んだりとか、自分の知り合いのちょっとこうなんかそういうさ、あのデザインを手掛けてる人たちにちょっと頼んで、一緒に考えてもらおうかなとも思ったんだけど、自分の名前使ってるから、もっとこう身近な人にこう一緒に作り上げてもらいたかったの。だからそれで俺の姉が、あのたまになんかこう落書きで描いてたりする絵がすっごいこうなんかセンスがあって、はい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 、で俺はもともとなんかあのそういうせ、あのそういうのなんか持ってるなと思ってたから、はいはいはい、で俺の姉にこういうコンセプトでちょっとブランドやりたいと思ってるんだけど、こういうイメージでロゴ作ってくれない、ってお願いしたら、あのロゴを作ってな、何個かこう、10個ぐらいかな、出してくれて、でそんなから、見た見た、あそうそうそう、そんなからあれを俺が選んだね。どれも良かったけど、決めたあのロゴすごい可愛いよね。可愛いよね、そうで、あれもちゃんと意味があって、俺とお前がやるそのブランドはそのスポーツ選手から料理人までに愛されるっていうから、まあ、コンセプトみたいなのしてるじゃん。そう、それなんでかっていうと、その老若男女、世代に関わらず、職種に関わらず、やっぱいろんな人にこう愛してもらえるというか、楽しんでもらえるというか、好きになってもらうようなものを作りたかったわけ。で、あのロゴは丸と三角と四角っていう全く異なる形が一緒になって、サッカーボールを蹴ってるマークになってるのね。そう、だから全く異なる人たちだけど一つになって形になれば一つのものができるよっていう意味なんだけど、いや素敵、そう、そういう意味合いがあってあのロゴが出来上がったっていう過程がある。うわー、なんかすごい
自分たちで選んだロゴとかブランドだけど、うん、すごい素敵な理由だなぁ。ね。いいよね。あれさ、うん、そのロゴさ、今回さ、うん、あれにしない ?YouTube の。ああ。いいね、いいね。サムネイル?ね。サムネイルにしたらみんなに直接わかるかな。そっかそっか、そうだね。そうだ。そうするとちょっとわかってもらえるかな?うん。オッケーオッケー、そうするわ。すごいシンプルなんだけど、ね、いろんな形っていうのが一つで組み合わさるっていう部分が、ほんとね、南部が言ってた、うん、くれたところが、うんうん、分かってもらえるとすごいいいかなって思うね。うん、ね。うん。本当にその通り。そうそう。その活動に、の、まあ、最初として、うん、南部がやっぱりプロサッカー選手っていう一面を持ってるから、うん、ジャージとか、うん、練習着とか、うん、スポーツウェアで、まずは、うん、南部さんが、作ってます。作ってます。作ってます。これはね、ちょっとまた新しく出始めた、うん、みんなに告知できればいいかなとは思うね。うんうんうん、告知します。出来上がったら。ちょっと今日、行動力っていう部分のコメントをいただいてから、うん、ちょっとそういう話を聞いて、うん来たんだけど、このブランドがね、しっかりちょっといろんな人の幸せにちょっとでもこう携われるようなブランドになれれば、俺もいいなって思うし。そうだね。うん。うん。まあそういう風にやっていこう。そうだね。うん、かな。まあまあちょっとこういう感じですごく聞いてる人たちがまだ少ない分、うん、コメントとかは追ってますので、そうだね。ぜひ気になる質問とか。うん本当は、水木って何なの?とかっていうか、もう何でもいいんで、一言二言もらえれば、すぐにアンサー返しますっていうので、どう?いや、もう、長いですよ。だってなんならさ、もう、例えば、インスタの DM とかにも全然。そうだね、そうだね。なんか、そう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 、こういう話聞きたいですみたいな。はい。とか、こういうコメント、あ、こういうの、こう思いましたとかさ。本当にもうなんか些細なことでもさ、何でもいいからさ、もらえれば嬉しいしさ。そうそうそうもう本当は南部くんに直接聞きたいんだけど、うん、ちょっと怖いから、水木ちょっと通過して聞いてよっていうコメントも大募集なんで。うん、もうぜひお待ちしてます。はい。そうだね。じゃあ今日はこんな感じかな?そうだね。今日はこんな感じで終わっていきましょうか。うん、OK。じゃあ今日も、聞いてくださりありがとうございました。また次回もお楽しみにしておいてください。ありがとうございました。ありがとうございます。